みなさんこんにちは、みずきあの青色 TV、 イエーイ、始めました、今日はもうすぐバレンタイン、あ、そうや、まあもうちょっとスタッフさんからバレンタインのチョコレートをもらって、でそれでもう食べたいって思いながらも、まあもうこれからバレンタイン、みんなもちょっと考えてると思うんで、バレンタインに合うその名もクレープを作ってみたので、ぜひ皆さんも、真似して作ってみてください。それではどうぞ。はい、じゃあ早速生地の方を作っていこうと思います。じゃあ用意するものはホットケーキミックス、こちらは 200g で、牛乳コップこんぐらい、まあ 200g ぐらいと、で水もいっぱい置いといて、で作りながら足していきます。でバターが 大さじ2杯っていうバターって20g かな、まあこのスプーンを2個分ぐらいです。でこれは溶かして入れていきます。まずはボウルにホットケーキミックスを入れていきます。泡立て器がないのでしゃもじで作っていきます。ホットケーキミックスで、言い忘れててんけど卵も入れます。先に牛乳ドバッと入れて軽く混ぜます。クレープやからホットケーキと違って結構シャバシャバ系に出て大丈夫です。でバターも、溶かしたバターを入れます。はい、でここでしっかり混ぜます。これでちょっとダマつぶしに成功しました。こうやってこの端っこでこの泡立て器のやつ使ってないから、こうやって潰すと結構潰れます。んでここで卵、そして混ぜます。こんな感じ、うん、もうちょっと牛乳入れてもいいかな。全部は入れず、こんぐらい、人差し指ぐらい余ってます。よし、こんな感じです。とろっとろ。じゃあ早速焼いていきたいと思います。それでは作っていきます。まずはクレープの生地を置きます。裏がこんな感じで、表のこのちょっとこう表の部分を置いて、ここにホイップやったり、今日持ってきたのがヌテラ、これがもうすごい大事、ヌテラと、あとバナナ、そしてビスケットを用意してください。でまず最初にヌテラを塗ります。でこの時にヌテラを塗りすぎるとちょっとほんまに甘くなっちゃうから、まあいい感じに塗ることをおすすめします。こんな感じでスプーン乗せて最初にヌテラを塗ります。でこの時にこう一部だけに塗るんじゃなくて全体に塗ることをおすすめします。でこの辺に乗せようと思うので、まあ、この辺を、あ、やべ、ちょっと多めに。はい、こんな感じで塗ったら、次はバナナを切って入れます。このバナナ絶対美味しい。よし。んで、次はビスケット。ビスケットは軽く砕いて入れます。袋とかでいっぱい作るときは袋とかで割ってもいいと思います。で1枚だけ手でこうやって
こんな風に入れて、ホイップ。はい、こんな感じです。で、ラッピングします。ラッピングじゃないわ。包みます。あ、破れちゃった。よいしょ。ちょっと破れちゃったけど。これで一つ目の完成です。で、ちょっともう一個だけ作ります。で、こんな感じにできたら一旦これ置いて、こういう棒のラッピングペーパーを出します。で、次はラッピングするんですけど、ラッピングペーパーを出します。で、ラッピングペーパーを広げて、ちょっと大きめにこれぐらいで切ります。 iPhone の8プラスぐらいの幅ですこれぐらいかな。もうちょっとでかくてもいいか。ここぐらいにしようか。こんな感じで紙ができたら、うん、 iPhone8 プラスぐらいの幅です。できたらここにクレープを乗せんねんけど、乗せる前にセロハンテープを用意しておきます。で、これをを乗せて、ちょっと上の方に出して、こんな感じ。見にくいかな、どうしたらいいやろ。こう広げて、このちょっと端っこに置いて、折って、少し折って巻きつける。で、後ろに止める。で、このビニールバッグクリア、クリアのこういう袋に入れんねんけど、ここを半分に、よし。で、この1枚取って、クレープを置きます。縦に向けてクレープを端っこの方に置いて、これを包む。こんな風に後ろで、ここはこういう風に蓋をしようと思うので、少し切ります。で、ここが結構開いてんねんけど、それを閉じるようにここでこうなってて、これを折りたたむ。こんな感じにラッピングをします。こんな感じにできたら、次は100均に売ってるこういうリボンをちょっと長めに切ります。で、長めに切ったら、後ろからちょっとこの線が見えてると思うねんけど、その上にリボンをくくります。線を隠すように。で、この時のポイントは、あんまりきつくやりすぎず、緩めに、ちょっと緩めにして、あんまりギュッてやったらこうクレープがギュッてなっちゃうから、ちょうちょ結びをして、で、もう今やったらカポカポやねんけど、その上でセロハンテープを後ろに留めて、いいところで切る。ちょっと長めに切ります。こんな感じにできて、ここにメッセージカードとかをつけるとまたいいと思います。はい、皆さんどうでしたか。結構簡単にこんな感じで、ラッピングも今こんな感じでしてるけど、他にもまあいろんな紙とか変えたりとか、メッセージカードをつけるとか、今回はこういう風に書いてみたんやけど、実際これをちょっと試食で友達に食べてもらったら、家族全員美味しいって言ってくれて、ちっちゃい子もずっと食べててほんまに美味しいみたいなんで、そう、ぜひみんなも食べてみてください。そして作って、みんなでハッピーバレンタインしてね。
なんかおかしいかな。まあいいや。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあ、またねー。